ダニー、紹介するよ。ダニーってんだ、僕の愛犬でね。心配ないよ、決して人は噛まないから。あの箱、何やろ。まあいいか、メイドの誰かが捨てたんじゃろ。お？なんだこのぶつかるような音は。まさか、中に誰かいるのだ。大変だ、生きたまま焼かれているのだ。このビチグサマてめえ。パパ、ワンワンが、ワンワンが。野郎、すでにこのケーブルカーに飛び移っていたのか。私のポッキーが。危ない、引っ張るな、手を離せ。とどめ刺し。このカードはデス13。カードが動いている。ディオ様の姿を破壊させたんだ。ディオ様をよく私に攻撃させたな。蹴り殺してやる、このドチクショーが。暗黒空間に飲み込むのは一瞬だ。それでは私の怒りが収まらん。貴様が悪いんだ、貴様が。私を怒らせたのは貴様だ、貴様が悪いんだ。思い知れ、どうだ、思い知れ、どうだ、どうだ。やめろ。このバニラアイス、まともじゃねえ。異常だ、ディオの姿を自分で攻撃したことを怒っているのか。こいつの精神こそ暗黒空間だ。こいつの心の中がバリバリ裂けるドス黒いクレバスだ。ディオ様はおっしゃった、人間の覚悟の力には侮れぬものがあると。だが貴様は所詮ゲスな犬コロ、覚悟など誇り高き魂など微塵もない。バニラアイスは言った、野良犬には覚悟などないと。
誇り高き魂などないと。だがスタンドとは魂の発露。イギーの魂は一人でに動いていた。動かずにはいられなかった。なんでてめえ犬のクソを片付けねえんだ。ついに女の子は何の音か調べに行くことにしたのよ。すると首を切られた愛犬アーノルドがコート掛けに吊るされて死んでいたの。